どうも、あやして 120% の男、ブス島です。やんやんクイズ一丁前。はい、今回はですね、根黒ゆうやみさんとのコラボでございます。どうも、こんばんは。はい、どうも、こんばんは。相変わらず変態やってます？うるさいですね。久々に登場ですよ。うるせえな。もう、前回ははっちゃけなっちゃったね。まあまあまあ、今回は、あのバリテュードでいきます。え、これリハーサルより高くないか、出てこいやみたいな、そんな感じで。もうピー音大サービス。やめろよ、編集めっちゃ大変なんだから。おめえ飲んでるか、もしかして。飲んでるよ、当たり前だよ。お前ふざけんじゃねえよ。ここでちょっとすいません、あのブス島さん、ちょっと CM 入れさせてください。やだ。なんでないの。しょうがねえな。はい、どうぞ。はい、ですね、今飲んでるお酒は、北信州地酒水尾というお酒。はい、水に、尻尾の尾をと書くお酒でございます。非常に飲みやすく、都内でもなんとか手に入りやすい、あと女性でも飲みやすい、すっきりした飲み口とフローラルな香りが特徴の酒でございますので、機会がありましたら通販等でご購入ください。よろしくお願いします。以上。割愛していい？ふざけんな。もしアマゾンとかのリンクあるんだったらば、ブス島のブログの方にもう貼ったりしますんで、あと詳細欄にも書いておくんで、まあもし去年のさ、水害で結構大変な目にあったから。ああ、そっかそっかそっか。いや、ちょっと応援、どんで応援。うん、分かった。うん。ということで、はい、とりあえず皆さん買わないでいいですよ。美味しいから買ってください。うん。じゃあちょっとね、まあちょっと詳細欄の方にその辺書きたいと思いますので、まあぜひ根黒ゆうやみさんの応援という感じで、まあ何の番組？番組っていうか一応クイズだけど、まあでもあれ、なんかスカイプのあれが調子悪いな。何や？あ、なんかピポンピポンって言って、なんか今切れたんですけど。汚いなんか。うん。まあまあまあ大丈夫でしょう。なんかやっぱり最近回線混んでんのかな。どうなんだろう。いや、可能性はあるね。でもまあ、ゆうやみさんとも久しぶりになんかね、こういう風にやって、まあそのうち今ね、こういうご時世だからオンライン飲み会でもやりますか、今度。まあそうですね、今日がむしろその予定だったんですが、まあちょっと、まあしょうがない、ちょっと都合でね、できなかったんでまあしょうがないということでですね、まあしょうがない、そういうこともある世の中ね。ちょっと寄ってるぐらいの方がね、クイズは面白いよ。まあ確かにね、多分。というわけで、今回じゃあ、今回ね、ほら、高級クラブと、道端ってのもすごいな、相川さんとね。そう、すごい名前なんだけど、高級クラブ。でもさ、トレーシー攻めてみたいよね。いや、それがね、実はね、いつも他のコラボをしてる方がいるんですけど、ぜひトレーシーっていうね、ご要望がありまして、だからぜひね、相川ちゃんから行こうかなと嘘です、トレーシー行こうかと思いまして、まあね、せっかくだから、まあちょっとせっかくね、視聴者のね、もうご要望に応えるのもこのブス島目の役かなと思いましてね。まあ、なんかさ、チャーリーズエンジェルに出てそうな感じ。あーもうなんかわかるでしょ。わかる。でもね、正直ね、外人ってみんな同じ顔に見えるんだよね、ブス島。まあ分からなくもないんですけどね。うん、いやでももちろん顔の作り違うのは分かるし、まああれですけど、やっぱりね、ブス島も金髪弱いので、しかもね、この上だけ見る限り、このバニースーツ、絶対塩ビでしょ。あ、まっそう、ジャケットだから。うん、私 ね、ジャケットのバニーは好きなので、塩ビのバニーか。うん、ジャケット着てるバニーは高級だから、そういうことを言うんじゃないよ、もう違うの、高級クラブだから、ここはお酒を飲むところね、あなたの考えてるところじゃないよ。まあね、細かいことはいいとして、はい、じゃあ早速、じゃあトレーシーから今日は攻略してみましょう。はい、じゃあ早速いきますよ。それではいきましょう、ポチリと。は
アイアムトラッシュ。まあ頑張ってね、どんどん続きをやっていかないといけないので、もう大変でございますね。うん、水谷豊か13回、次の中で成功時間最も長いのはヘビだよ。これは詳しいぞ俺は。プランクトンの中でこれは、2番、うん、2番はい。鈴見もハノキントリオのメンバーでないのは1番。おお、さすがだな将軍様。立春はいつぐらいからっていう。立春は3番でしょ。3番、2月4日頃。俺たちひょうきん族の中で、ブラックデビルは誰っていうやつで、これが1番だ。1番。おお、誘惑の中で、うん、女性でプリンスルの誰。でも1番だ。じゃあ1番じゃあ違うね。マジか。違いますね。三国同盟はイタリア、うん、イタリア下関。2番、うん、鉄道がこれが、横浜だったよな、うん、そう横浜だね。今川の吉本、うん、さっきは1でダメだったんだよ。これ体感じゃなかったっけ。あ、違う、体感がダメだったから。じゃあ1、じゃない。あ、1で合ってる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 。ガラクタ字で所ジョージで間違ったんだよ。そう、じゃあどうす、水谷しげるでいくか、ビートたけしでいくか。水谷しげる1番かな。おお、3番だ。水谷しげるか。オッケーオッケー。西武系これ荒野の決闘だっけ。だと思うんだけど。ああ、合ってた合ってた。ああ、よかった。スターウォーズシリーズで登場したバウンティーハンターの名前はなんだっけ。え、3番かな。違いましたね。違うか、うん、スタートレック2の中で、わかんねえよ。1番か2番どっちか。じゃあ1番。おお、1番クリア。よかった。スポークは絶対ないから。うん、やりましたね。もうね、一周ごとに違う答えをうまいこと入れてくるのが、うん、まあまあまあしょうがない。はい、じゃあよ、あ、じゃあゆうやみさんよ、お楽しみタイムでございますよ。そうだよ。じゃあまず何、おっぱい、おっぱい、おっぱいだよね。ああ、浮気したわけ。はあ、いいんじゃないですかこれ。いいんじゃないですか。これはこれでなかなかね、うん、悪くない。いいじゃないですか。ほら、うふふ、よく頑張りました。英語じゃないね。あら、見てるだけでももうそんなに、あ、まあ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 、まあ、そういうようなね感じでございますね。いや、どうですか、堪能していただいて。今回はこれはブス島マーク入れませんよ、これは。まだこれはセーフでしょ。なあ、問題なし問題な。おなんだ、塩ビじゃないのか。塩ビだと思ったの。まあまあ、特殊なバニースーツだね。まあバニースーツっていうのかな。まあ耳ついてるか。まあ耳ついてるか。まあウサギさんはウサギさんですけどね。いや、しかしすげえなこれ。まあ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 、セーフセーフ、まあまあ、セーフセーフセーフ。うん、いや、はい、ブス島さん、すいません。はい、あ、はいはいはい、うちね。ああ、そうなんですか。うん、まあまあまあ、まあ大丈夫ですけど、まあどうぞどうぞ。うん、ああでも結構あれじゃん、うん、おっぱい自体はパイオツ自体は大きめた感じじゃん。パイオツね、うん、まあ多分これ動画出す頃にはもう俺ね、ブス島おっぱいおっぱい言ってる動画がもう出てると思いますんで。ああ。もうそういう動画もありますのでね。まあそういえば。最近ね。うん、あれだろ。くだらないことは覚えるんだけどね。そうなんだよ。セックスとかさ。もうそうなんだよね。うん。まあこの辺はもう全然もう覚えておりますよ。ほら。ああ、はいはいはい、それが3番。ウェーイです、ウェーイ。覚えてますよ、これ1番。これが1番ない。うん、1番か、うん、で、これが横浜、うんうんうん、シンデレラ、赤ずきんで間違って3番。あ、じゃあ親指姫、親指姫か、これ3番。オッケーオッケーオッケー。鼻でしか呼吸ができないのはネクロ夕闇ではないじゃなく、コアラでしょ。犬か。コアラ、コアラ、コアラ。コアラか、3番。犬、違うじゃん。違うか。あ、次の中で AV 女優。はいはい、飯島の主演。はいはい、ちょっと待って。1番じゃん。1番だね。1番だね。次の中で前後左右に泳げるのはタコ？
1タコ、違うじゃん。あ、違うんだ、マジか。違うじゃん、うん、これシナルが顔の半半じゃなかったか、違かったっけ、念仏だっけ。2番だね、死神が出た、うん、だよね、うん、何のこと、これわかんねえ。アイロン3番。おーおーおーおお、すげえすげえ、天国が来た、チャンピオン。わかんない。アメフトじゃなかったか。アメフト？おお、すげえすげえ。日本では昔自転車のことを何と呼んでいたか。わかんねえよ。かな、おお、すげえ。おお、平成元年にあった出来事は、湾岸戦争勃発じゃないの？え？何番？3番だと思う。3番？おお、すげえ。ジョン・トラボルタが、なんだっけ？これ3番でしょ？うん、おお、ハードウェイの主人公、これは刑事で間違ってたんだよな。なんそう、じゃあ1番。あ、オッケー、あ、クリアじゃん。やったじゃん。おお、ギリギリだよ。おお、シチュエーションからの逆転だよ。おお、だな。おお、やるな、夕闇。やったぞ。まあ、じゃあなんだ、 おっぱい、うるせえよ、おっぱいおっぱい、まあまあ、ブス島も好きだからいいけどさ、それしょうがない、おっぱいは見れること自体な、まあ、おっぱいは揉むことで見つかる。あ、この絵ね、あ、 PC エンジンで見た、これ PC エンジン出てないから。PC エンジェルね。あ、 PC エンジェルね、そう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 、いや、これパソコンパラダイスも出てたでしょ。あ、うん、PP にも出た、パソパラもあった、うん、ちょ、これすっげえな、これ、うん、さすが、なんかアメリカンって感じだね、ねえ、うん、なんか、感覚的にはでも、多分硬いおっぱいだよな、まあ、まあ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 、まあ、ちょっと、重い、どう？ずしんとくるタイプの、うわ、私の自慢のバスト見たい、あ、まあもうめちゃくちゃしてみたいですね、いろいろね、俺。さあ、どんなサービスを、今日はダメだって書いてるから ね、ダメだもん書いてあるから、こっから先はないんですか。なるほど、いや、お店どういう、どこにあるんだろう。どんな呼吸で、ね、いや、昔ねあったんですよ。マジですか。デスカレー違うんだ、あのね、いっぱい溜まってて、まあその中で直接こう読んでこれるみたいな、ああ、そういうのがあったんですけど、まあそういうのもありましたよっていう感じですね。ああ、バニーガールが来たもん。まあまあ いましたね。うん、もうあなかなか今はあのね、回転寿司行きましょう。もう頑張りましょう。もうさあ、トレイシー、もうすぐですよ、トレイシー。頑張りますよ。これはクラリオンですよ。借款法。借款法。ね、前後の、うん、明かり。いや、チョコレート。うん、真実の瞬間。あ、なんかすごく分かってる人っぽく見えるけど、うん、勘違いしないでください。もう、何回もやってるからでございますよ、これは。うん、ジュニア・ウェルターでしょ。お、すごいね。オーライ。これが2番。はい。これだったら3番。3番か。ごめんごめんごめん。いつも同じ声間違いじゃない。ダーツ。これ3番。うん。1番か。1番だから間違えたんだって。いや、1番は間違えた。いや、1番間違えたって。いや、で、ほら、違うってだから。うん。これ1番。いいうん。これセナで間違えた。これ、どっち？1番かな。おーおお、すげえ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 。これが2番。2番ね。おお。ステージクリア。いったよ。いったよ。来ましたね。よかったね。ラウンド、ステージクリア。早めすんだよ。早めすんだよ。さあ、どんなのかな。どんな、何が出るかな。何が出るかな。タラタタ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 タンって感じですね。いや、ご機嫌ですね、もう。いや、一番楽しみですよ。これは、まあそうですね、効果音で言うんだったら、クパ？あ、いや、それ、ウェルカムと言った。あ、ウェルカムか、タイトルつけるなら。
まあこう、ヘイカモンとか、まあ、ウェルカストレンジャー、あこれバイオフォーカー、どうせあの5分の4は、うん、あのブスジンマークって隠す、いやこれ5分の4で済むかな顔だけブス感じだったらいけるかな、まあそうだね、顔はなんか怖いけどね。じゃあちょっとまあテキスト見てみましょうか。はいはいはい、もっと近くで見ていいのよ。でもこの続きはお店でね、県外デートも OK だから絶対指名してねっていう感じでしょ見ないしかやっちゃダメなの。まあ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 、県外デートも OK だそうです。あそれはプラスかかるってこと。いやいや違うんだ、ここは自由恋愛だからね。あ、まあ、はい、テキストでプラス5。はい、ということで景品コーナー、いえ、123のいつものやつですね。何かしらもらえると思いますんで、もらいましょう。3番とかかな。ん、3番とか行ってみない。3番行く。じゃあ3番行くよ。3番行ってみるか。オッケー、うん、おー答え出るやつじゃん。3問で答えを教えちゃうよってやつ。おい、これ助かるよ。これ助かるよ、うん、うん、いやよかったよかった、よし、オッケー、さあ来ました、道端相川恵美子ちゃん、いいですね。あこれめん、いやだからそこは大丈夫、言わなくてもちゃんとやるから心配しなくていいよ。じゃあ行きましょうか、もう恵美子ちゃん行きますよ。よいしょ、おいおい、地味にケツデカですね。頑張りましょう、もう頑張るしかないので、もうこなすしかないからな。そう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 。おーし、この辺は答えがね出てるから分かるんだよ。恐怖館。うん、永井さん。なんだっけ、ミクロだっけ。1番か。1。1じゃないよ。え ?1 押したよ今。ああ。未来の幽霊だっけこれ。あ、だっけ。うん、3番とか。あ、2番。2番、うん。怪獣は二重面相が出てくるのは大暗室、うん、アルスラの聖剣王と呼ばれていたのは3番じゃね。3番違いましたね。あ、違う、美人登場する、グングニルは、これは1番でしょ。3番だよ、やりだよ、グングニルってやりしかねえだろう。さらば銀河に登場する挑戦士の名前はブルー3番だと思う。オッケー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 。中世物語の中で王妃を湖の騎士と呼ばれるのは、これランスロットじゃなかったっけ、だと思うんだよね。うん、何番、うん、3番だと思う、うん、ランスロットだよね。いやいや、あいててて、うん、これなんだっけ、バーソロミューかこれは、うん、これがなんだっけ、ケルビンだっけ。え、ケルビンだったはず。うん、あ、だね、オッケーオッケー。これはマーキュリーでしょ。おお、来たぞ来たぞ。でこれは氷で しくったんだよ。うん、だから、うん、じゃあ俺3番だと思う。3番オッケー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 。登場した女族長といえば3番。オッケーオッケーオッケー。じゃあワイルドフォースに登場するこれなんだよ。それ2番じゃない。2番グリーンじゃなかった違うんだ、うん、ブレイ、これは MI6 だよ、うんうん、おい、ステージクリア、あ、ラウンドクリアか。オッケーオッケーオッケー、ギリギリ、いやギリギリでも勝ちは勝ちで来ましたね。いやきついね、結構ね、結構難しいね、やっぱり、うん、結構難しいね、うん、まあしょうがない、よいしょ、オッケーオッケー、もう酒でも飲まなきゃやってらんねえや。おお、こんな感じですよ。どうですかこの控えめな感じ。あ、逆にグッときます。うん、アメリカンよりいいんじゃないですかこれ。うーん、そう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 、まあ一応まあこんな感じです。いいよね、悪くないね、いいねこれぐらいでいいんですか。え、脱ぐなんてそんなできません、お願い許して。許しませんよ、許しませんよ、これからでございますよ。いつ結構ブラーか。
いやね、いやこれぜ、いやつけてないだろ、もうここまで来たら。いやもうあの紐ついてるから。いやこれこれネックレスだよこれ。違うの？え？違うでしょ。違うか。ちょっとハーフな感じの。うん。だとも期待する。わかった。うん、まあまあまあとりあえずじゃあ行きますよ次。はいはいはい。もうどんどん行きましょう。もう結構いろいろ問題がランダムだからね、覚えたりメモ取るのも大変だからねこれね。うん。ピンダース幅広い。まあしょうがないよこれは。うん。でもそれでもだいぶ回答分かれ始めてきたじゃないの。もうそこに罠があったねこのゲーム。まあまあね、まあね、うん、まあしょうがないよそれは。これガルダ中性子爆弾、だいぶだいぶでもこうサクサクいけるようになったんですよこれでも。ほら、うん、これが3番か。3番だね。あ、3番ってさっき間違えたんだ。これこれ2番。密室、チビのジョン、赤、これはさっき中学校じゃなくて高校だよこれは。あ、大学なの？え、大学か。これが3番。3番 OK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 、ラウンドクリア。 OKOKOK、 いいじゃないですか。おーしおーしおーし、じゃあ次はお楽しいタイムだぜ。いやー、ゆうやめさんもルンルンで見てくれ。さあどんなになっちゃうのかな。どうなるかな。さあ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 、どこまでいくか。さあどうなんだろうな。おな、おあれ一気にいったの。いきます。あのちなみにこれ1992年の作品なんですけど、何気にニーソというね、ハイハイのやつで一番長いやつ。そうね、しかもほら、ね、あらかじめいつも言っておきますけど、ここについてるのこれ足元シュシュですからね。シュシュ分かりましたね。シュシュですよ、それ以上言うなよ。うシュシュだからな。そのシュシュはブスジモバークで多分消えると思うんだよ。いやー、うまくやる今回はこれ。どうにか、あのそれよりも、うん、首飾りのそのっぽいマークの方が。あ、これトッじゃねえだろこれは。どう見てもなんだっけ、あのピースマークって言ってな、あの高級車についてはあれじゃないよ。これはピースマークっていうやつだから。これはあれを車からさ、あのフロントからひっぺかしてさ。それ某漫画のあれじゃねえかよ。困ります。ああ、こんないけません、お母様に叱られる、これ以上はもう、いや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 って言って、え、でもっていうかさ、これさめっちゃ柔らかそうだな。こっちの方はやわやわおっぱいな感じがする。うん、これやわいっすよこれ。これはいい感じですよこれ。やべえ、触りてねえ。だって靴だってミュールだから、うん、ね、ザ・ OL って感じだから。違うんだって、だから OL じゃないんだって。ゆうやみさん、さっき隠せって自分で言ったんだよ。言ったじゃない、その年代から働いてる人もいるでしょ。いやー、はないと思うけどな。どうだろうな、わかんないけど。ちょっと後でプロフィール確認しよう。うん、うん、多分働いてる感じするじゃん、なんか。いや、仕事してますか、就職、就活、就活みたいな。でもこの頃ってバブル期だぜ、確か。でも、なんかスーツ、ちょっと記憶が曖昧だけど俺も。さあこれは記述誌ですよ、うん、これはミス、これが1番、うん、ミスマープルで1で間違えて3番でいきますか。じゃあ3番でいきましょう。 OK、 おお、よしよしよし、これ2番ですよ、うん、これ2番ですよ。これは炎氷か。炎は氷、うん、おお、違った。これ1番、1番か。おお、7匹ですよね、うん、チャイコフスキー、サイ、はい、マザーグース1番だ。おお、うん、でそうそうそう、これポーですよね。2番、うん、ポー、うん、うん、で2番で間違えたんですよ。どうなると1番か。1番でいきますか。おお、合ってますね。
これ6歳だよ。ほらほら、お、三国志、あ、これはもうあれだろ、一番しか関飛ばしかねえよ、これはな、うん、ロビンソン・クルーソーの最初の仲間。なんでなんだよ。え、これアジールじゃないの？ジールなの？確か違ったかな。あ、違った、フライデーだじゃん。ごめんなさい、すみません。あ、じゃあポール、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 オーケー、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 解決ゾロの舞台になってましょう。カリフォルニアかな。おお、ガリバー旅行記の中で巨人の国にたどり着いたとき、船の名前を、わかんねえ。3番で行こう、3番で。オーケー、オーケー、オーケー。やりましたよ、ゆうやみさん。おおお、今回結構すごい、すんなり。超ストレートに行ったよ。さすが博学のゆうやみさんだぜ。ネクロゆうやみやるな、なかなか。エロパワー強えな。エロパワー強えな。ああ、痛い。そういうこと言うんじゃないの。もうまあそうなんだけど、もう俺たちはおっぱいが見たいんだ。そうそう、おっぱいが見たいんだ。おっぱい、おっぱい、おっぱい、これつまとましてた。おっぱい、これはこれはこれ、あの全面ブス島マークでいいんじゃないですかね。これはそうだね、もうブス島4枚掛けとかですね、これ。あの、なんだろう、ポーズも意識させない方がいいかもしんないだな。っていうか今ごめんね、あのすごい汚かったんだけど、ブーって吹き出しちゃったよ今。これはすげえ。じゃあテキスト読んでみましょうか。そうしましょう。そんな ひどい、あー、いやいや、これちょっと読めねえな、見つめないで。これうわちょっと、あの、もう全然隠してもいいじゃん、とりあえずこれ入れ、はい、いつもの、はい、じゃ何が出るかなっていうか、お助けアイテムでございます。はい、そう、じゃあここはじゃあ遠慮かつもじゃありませんか。はい、じゃあどれでいきますか。うまくいくように1番、1番、 OK、はい、おーおおお、答えの巻物です。これ一番助かるね。ねえ、うん、これ一番助かるわ。うん、おーおお、たっぷり入れますよ。よかったよかったよかった、いいじゃないですか。うん、ね、えいいなんですよ、はい、ついにですね、ラストですよこれ。そうか、そうする。おい、うし、そしたらね、あのここで一回動画切らせていただきたいかと思いますのでね、あの次回最終回になるかと思いますので、いやー、ゆうやみさん今晩もどうもありがとうございました。いや、なんちずにこれは苦行だぞ。まあまあそう言いなさんな。まあとりあえずね、もう次回が最終回ですから、もうこれが氷室瑞穂、いい名前じゃないですかこれね。しかも巫女さんって感じでございますので、はい、どんな強敵が出てくるのか分かりませんけど、まあとりあえずここでね、今回は一回終わりにしたいかと思いますので、まあ最後までご視聴ね、どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。じゃあゆうやみさんも何かあればどうぞ。すいません、あのこのゲーム難しい。まあまあまあ、はい、ということでね、はい、ではでは次回お楽しみということで、ではでは。あ、ほんと出てくるの全員べっぴんさんだな。ブス島でいいや、こっちはそうべっぴんさんだけどタイプではねえな。うん、恥も女だな性格。いやね、あんまりそういうことしたくないんですけど、あ、キーボード勝手に、めっちゃドストライクだな。いいっすね。まあまあまあ、ソフトボールだけにね。もう下水な主人公。常識では考えられない発言。コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。